ソロで来たのは2回目。あ、そうですか。はい、なんかしばらくソロでは出れなかったみたいですね。あ、出てなかったですね。ねえ、いや、なんかこの裏番組にも出てたっていうことも。あ、そうや、あ、出てました。そうやんな、はい、ドラマに1回だけです。かめへんやんか、別にドラマに出てたってこっちにも出たったら、そんなもんこのちょうど真裏のドラマの歌も歌ってた、歌を歌ってたんですよ。あ、それで何、出たあかんいう感じになってるわけですね。うん、ですね僕はねみたいなですね。ああ、そうですか。基本的にはそういうことやった。別にいいと思う。向こうが終わったんですね。終わりました。ああ、はい、解禁になりました。解禁になって。はい、どうですか、一人は。もう前も聞いたけど、もう慣れたでしょ、一人で。ちょっとずつ。ですよね。うん、一人の楽しさも分かってきましたね。あ、一人遊びの楽しさが。違う。まあ、楽屋も広いですよな、一人の方がね。いや、もう変わんない。あ、そう？あ、四人の時は。ちょっと大きい部屋で、一人ならちょっとちっちゃくなるじゃないですか。あ、そうなんや。まあいいじゃないですか、でもね、うっとうしないし。4人でいる時には、ほら、必ず誰か喋る相手がいるから。はいはい、いますよ。笑ってんの、ずっと。そう、賑やか、楽屋が、だから。あ、そう、それなんか人形さんかなんかこうで喋っといたら、ね、今度の、別に新しい曲が出たわけじゃないんですよね。8月に出たやつなんですけど。ずっと歌ってるやつですよね。ずっと歌ってる。長いですね、あなた。北島三郎みたいな作戦取ってるじゃないですか。ものすごい長いこと歌ってる。これが一番最後かな。あ、そうなんや。ですね。はい。ね、これそこそこ売れた。あ、どうでしょう。でもランクに入ってきましたね。ありがとうございます。もう貨幣価値もさっきの話じゃないですけど、変わってきたでしょ。100万円追ってても拾わないでしょ、もう。拾わない。拾わない。なにこれ。ね。どこ。はい。アズタイムゴーズバイ。はい。ね。ね。なんかあのあれでしょ、黒人とあの階段とこで座ってて急に、はい、急に頭おかしなって、こう。頭おかしくなって。あ、おかしい、どういう設定やねん。あれは急になれ。